監督ポール・ミュレー、第1セット25対19、大分三好、マイセアドラーが取りました。セットカウント1対0、大分三好、マイセアドラーがリードしています。さあ皆さん、開幕戦、第1セット、残念ながら取られましたが、手拍子ありがとうございます。まだね、ちょっと慣れないかも分かりませんけれども、声出し、応援はできません。手拍子。そしてですね、いろんな振りをつけていただいて、応援お願いします。応援歌を流しておきます。第1セット25対19、大分三好、マイセアドラーが取りました。セットカウント1対0、大分三好、マイセアドラーがリードしています。さあ皆さん、開幕戦、第1セット、残念ながら取られましたが、手拍子ありがとうございます。まだね、ちょっと慣れないかも分かりませんけれども、声出し、応援はできません。手拍子。そしてですね、いろんな振りをつけていただいて、応援お願いします。応援歌を流しておきます。
ユータロンジャケット。マイセアドラーチームキャプテン13番久保田選手に伺います。まず直近のといいますか4セット目は壮絶でしたね。そうですね、結構もう両チームともサイドアウトの切り合いでしたし、やっぱり坂井さんも粘りの強いブレイクで、点数を迫ってきてるなという感じはありましたね。そんな中でこの試合勝利を収めることができたポイント、ご自身どのあたりだったと思っていらっしゃいますか。やっぱりもう練習の時から、勝つマインドっていうのを、選手たち、ポール監督はじめ、言い聞かせてきたので、やっぱり勝つマインドっていうのが試合ですごく発揮できたのかなっていうふうに思ってます。その勝利に向けてといいますか、雰囲気作りリザーブメンバーも含めてものすごい独特なノリノリの雰囲気だったように思うんですが、そのあたり心がけてきたことはあるんですか。そうですね、自分は練習はやっぱ厳しく試合は楽しくしたいっていうモットーが持ってるので、試合ではもうリザーブも、コートの中に入っている選手も、一緒に楽しんで、やっていこうというふうに伝えてやってきました。特に2段トスからの攻撃なんかはもう本当にリザーブメンバーからもすごい声が出てました。コート上でいかがでしたか。そうですね、とても心強い声が聞こえてきたので、やっぱスパイカーの選手も、後押しするされるかのようにポイントを取ってくれたので、とてもリザーブには感謝しています。開幕戦敵地にもかかわらずこの勝利大きいんじゃないですか。そうですね、とてももう多分みんな嬉しい気持ちで、もう多分興奮が止まらないと思ってます。明日も試合がありますし、今シーズン今日始まったばかりです。大分三好バイスアドラーのファンの皆さんもたくさんご来場いただいております。今シーズンの意気込み決意をチームキャプテンからお願いします。今日は、たくさんの応援ありがとうございます。開幕戦とても勝利できてとても嬉しく思っています。それも勝利できたのも、ファンの皆さんや、支えてくれた皆さんで勝利できたと思っていますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。勝利者インタビューは13番チームキャプテン久保田選手に伺いました。ありがとうございました。エールを送れませんので、両チームが揃いましたら、客席の方に礼をします。皆さん、そしてブレイザーズ大きな拍手。